皆さんこんにちは、ピカフの岡ちゃんとコブです。このチャンネルはビッグな男を目指すチャンネルです。それではどうぞ。視聴者の皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。これよりピカフク令和5年12月期決算発表会を始めさせていただきます。本日司会を務めますコブと申します。よろしくお願いいたします。決算報告についてはピカフク代表岡西からご説明いたします。はい、ご紹介に上がりましたピカフク代表の岡西です。よろしくお願いします。ではまずはじめに仕事内容についてお願いいたします。はい、今回の仕事内容につきましてはこちら、代行出品の方が1件、そして落ち葉掃きが1件、エアコン清掃の方がこちら1件、残置物撤去1件、不要品の回収の方がこちら1件、植木の撤去作業ですね、こちらも不要品回収の一つなんですがこちらも1件、そして剪定の案件が2件、合計8件となりました。ありがとうございます。続いて支出についてお願いいたします。はい、その方がこちら、いつも通り固定費が10万円となっております。そして変動費の方がですね、今回は広告費としてチラシの折り込み代が含まれております。ガソリン駐車場、そして諸々の作業に必要な道具買いました。合計なんと16万3000円が変動費となります。なので固定費と合わせますと26万3000円でございます。結構いったね。まあね、新聞のね、折り込み代がね結構いったね。続いて売上についてお願いいたします。ということで今回の売上ですがこちら30万飛んで5000円でございます。ありがとうございます。では今月の反省点についてお願いいたします。今月の反省点はまず前半の2週間の仕事がね丸々なかったよね。そうですね、うん、この代わりといってはなんですけど、倉庫をもう物品を片付けたりしながら広く取って、で折り込みのね案件で連絡が結構来るかなと思ったんですが、失注したりっていうのもありまして暇になりました。でまだ動画にはなっていないんですが、トラックを買いまして、そのトラックを買った後からもう仕事がパンパンパンとね入る形でしたよね。はい、で YouTube の方の反省点としましては、やはりショート動画を先月パパパッと上げるって言ったんですけど、ちょっとそちらの方が手つかずで上げそびれております。 YouTube の更新自体もねなかなかしてなかったよね。はい、集客っていうのに時間を割かないで、ちょっと業者さんと会うっていう日時を結構設けた1ヶ月になりましたね。なので売り上げがそこまで出なかったっていうのが今月の反省点でございます。以上です。続いて YouTube についてお願いいたします。はい、こちら YouTube につきましては、総視聴回数の方がこちら10万と1710回、そして総再生時間の方が6949時間、チャンネル登録者様の方が今現在1149名となっております。以上です。では今後の展望についてお願いいたします。はい、今後の展望ですね。今回新聞折り込みを3万部東松山吉見町嵐山っていう都心側じゃない方にね入れさせていただきまして、まあ内容としましては不要品の撤去から他にも剪定クリーニングっていうのを大々的に出したチラシになります。でちょっと間に合わなかったのは表面で急遽急いで入れたっていう形になったんですが、問い合わせ自体の件数としては3件ありまして、そのうち2件が仕事につながったといった形です。で1件が失注、金額につきましてはお客様も納得していただいたんですが、その後娘さんがね急遽こちらに年末っていうことで帰るので、その際に私が代わりにやるからいいよっていうお話になりまして、まあ失注となりました。今回のこの白市の3万部っていうのがさ、配って1ヶ月で反応率っていうのは1万分の1ってことでしょ。はい、なんかそれを考えるとなかなか厳しいなと思ったんだけど、チラシの効果って配った瞬間にすぐ電話が鳴るパターンだけじゃないじゃない、はい、1年間通すとね、うん、
配ったことにはさ意味はあるので、今後電話っていうのはまだ期待はできるのかなとは思います。それと並行してポスティングっていうのをやっぱり自分たちでねやっていかないととは思って、ただ時間の制約がかかりますので、ちょっとその辺もポスティング会社さんを使いながら時間考えてやっていこうと思います。はい、時間が空いたらまあ自分たちでバンバン配っていくのもいいんだけど、やっぱりね山の方に行っちゃいますと家に入るまで畑を経由してて一軒一軒入れるのにすごいロスするし、ポストどこにあるか分かんないよね、納屋とかいろいろあってさ探すことから始まるね。なんかそういう効率、山の方まで行くのにこっから時間かかるわけだから、まあその辺っていうのもちょっと考えながら集客の方は進めていこうと思います。そして今回1年間頑張りました。でその中で浮いたお金で今回トラックの方を買いました。1トン車ですね。1トン車のホロ付きトラックを買ったんですが、まあ、詳細につきましてはちょっとまた動画の方でご紹介できればと思いますかな。まああの1トン車はいいよね。はい、当初軽トラックを買おうとは思ったんですけど、使い勝手の良さだったりを考えたら、まあ、1トンでいいんじゃないかなっていう結論に至りました。まあ、費用っていうのが今後固定費の方が多分上がりと思います。車検が1年ごとに4ナンバーなので引きますのと、あとはやっぱり任意保険がトラックってことで業務用で高くなってしまいます。あとは確定申告が12月締めなので3月までにやって、それで固定費がどう変わっていくかっていうのも追って見てみようと思います。ありがとうございました。視聴者の皆様よりご質問ありましたら、うん、コメント欄よりよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では私から今月のお小遣いの発表をさせていただきます。いや期待できねー。支出合計26で売上が30でしょ。いや期待できないよこれは。お小遣いいらないんじゃないですか今月。いやタバコ買えねーから。いや知ってますよ私。え有馬記念当たってましたよね。競馬はね、こぶちゃん、はい、ここのお小遣いから出してやってないのよ。わかる？俺の趣味用のお金をサラリーマン時代からさ、はい、退職した時に作って、そこから競馬代を捻出して回収率が 100% 以上に行くように買って増えた分で買ってるんですから、ここは別にお小遣いとかねそういうの違うんですよ。じゃあまあタバコが買えれば生きていけるかなと思いますので2万円で、まあまあそうでしょう。2万円でいいですか？大丈夫ですよ、はい、大変喜んでいたのを知っているのでね、いくら当たったのか外れたんですね。何番だったの？ソウルオリエンスですね。川田さんのね、はい、あソウルオリエンスね。他のは当たってたんですけどね。うん、まあもうちょっと頑張ろうね。お頑張ろう。まあでも武豊さんには本当おめでとうだね。久々に乗れてね、はい、1着で、はい、じゃあ2万円ではい、OK です。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、閉めますので。はい。では、決算発表会を終了させていただきます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。カット。あ、そうだそうだそうだ。カット、カット。カット、カットになるよ。あ、そうです。今回ですね、ご視聴者のサッチンさんからプレゼントをいただきました。欲しいものリスト以外のプレゼントって、まあ、僕たちの住所の川越市山田に送っていただいても、そこはちょっと僕たち関与できないので手元に受けることができないんですね。ただご住所を聞いていただければ届きますんで。ということでサッチンさんからプレゼントをいただきました。早速開封してみましょう。猫が歩いてる。かわいいね。おすごいおしゃれなラッピング。その名前書いてある。うん、こっちがね、こぶちゃん。どうぞ。わーい。ありがとうございます。こっちお返しです。なんか1年間頑張ったからって言って取れましたね。嬉しい。じゃあちょっと開封してみましょう。いや嬉しいな。サンタさん来なかったからな。大人になったらサンタは来ねえね。お。お。おぉ、かっこいいんだけど。いいね。え、てか、T シャツで質感もいいですね。すごいね。かわいい、見て。あ、かわいいじゃん。これ、おかにしって入ってて、裏見て。俺の方、白。おぉ、かっこいい。かっこいいね。いいね。いや、いいじゃない。いいな、これ。すごい、後ろ。おぉ、
ちゃんと便利屋ピカ服って入ってる。かっけえじゃんこれ。私のも見せる。おう、え、コブちゃんの方は女性なのでピンクです。あ、かわいい。かわいいね。うん、やっぱさ、ブタちゃんってピンクだからさ、これもあっていい、ね、いいね。ちょっと早速着てみたいから、あの、もうスーツ脱ぐからさ。そうだね、ちょっとお待ちください。はい、バーンということで着てみましたよ。いいですね、似合ってますね。でもね、このね、丈がね、ちょっと長い感じで、はい、俺よくケツが出ちゃうから。そうだね、うん、ちょうどいいんじゃないですか。はい、この触れてるさ、感じもさ、うん、いいね。ユナイテッドアスレかな、俺って書いてなかったっけ。だから元のこの T シャツさんのメーカーがさ、うん、結構ちゃんとしてるやつだから、こういうにできるんだね、すごいね。こっちも好きなメーカー、こんな感じです。私もちょっと大きめを買いました。いい、ね、うん、大きめの方がね、ちょっと作業しやすいからね。さっちんさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これ送ってね、早速今日やりますか。鉄ゴミ出すから。汚れちゃいそうだね。こう半袖だけでできないから、上着る。そうだね、うん。ということで、今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、この動画が更新される時には31日だと思います。皆さんも今年1年どんな年でしたか。来年もいい1年にできるよう頑張っていきましょう。僕たちもね、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ今年も1年お世話になりました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。よろしければこちら、いいねの評価と飽き合うわこちらグッド評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。Thank you.